ラニュース、こんにちは。どうも、世界のコミュニアヒヨゴンです。サムネイルのね、右下かな、右下に、まあね、こちらのカビゴン選手が登場していると思うんですけど、今回の動画に何の関係もないんですよね。ただ、4コマにしないと、YouTube の何、サムネイルの形にならないわけさ。形？サイズにならないわけさ。だから、もう1個写真を追加しなければならない。でも、服は3着しか買っていない。さあ、どうすると思った。で、私のピンの自撮りを載せてやろうかと思ったけども、それはもう、ザ・モスト・オブ・意味わからんだろうと思って、こちらのカビゴンくんとのツーショットにしました。こちらのカビゴンくんはですね、この間の東京大阪オフ会の時にリスナーさんが私にくれました。なんて可愛いんだろう。やっぱりね、飼い主に塗るって言うけど、早速私に似てきて本当にベリーベリーキュートになっていておりますね。親友です。親友ですカビゴンでした。はい、それではね、こちらに着席していただいてですね、ちょっと噛んだね今。はい、今日はですね、ホリデー&ホリデーっていう韓国の通販サイト、ファッション通販サイトを紹介します。韓国の通販サイトって割とシンプルな洋服を扱っているところが多いじゃないですか。でもホリデー&ホリデーという今日私が紹介する韓国のファッション通販サイトはですね、プチプラで結構個性的な洋服を扱っているところだと私は思うんですよね。柄物だったりとか、なんか変わった形をしていたりだとかする可愛い通販サイト、ね、やばい今日噛むんだけど、可愛いファッション通販サイトだったので、3着お洋服を購入しましたので、そちらを紹介したいと思います。それじゃあもう早速いきますね。まず1着目、こちら、チャーラン。なんかなんだ、この黄色と、茶色とネイビーのチェックのシャツ？シャツっていうかな？なんていうのこういうの。なんていうの出てこない。なんていうっけこういうの。まあいや、アウターです。はい。私はね、こちらのお洋服は、ネイビーのコートの下に着たりとかして、これ1枚では？ 1 枚ではあったかなんていうんだろう。これ1枚では着ません。その、インナー、これ、で、もう一個上に、なんかアウターを羽織って着ています。なんか今季は、重ね着じゃないや。なんか何挟め、なんかアウターとインナーの間にもう一枚挟むっていうのがなんか流行ってるじゃないですか。これちょうどいいなと思って。これを、真ん中に挟むようにしても、ちょっと待って、噛みすぎるイライラしてきた。全然笑い事じゃない。ちゃんと喋れよ。これを真ん中に挟むようにしています。超可愛い。上に通販サイトの URL 貼っとくので、ぜひそ、そちらを見ていただければなと思います。このタイミングでね、 URL の紹介するいろいろとおかしいと思っちゃうね。はい、2個目、じゃじゃん、レオパードのミニスカです。こちらね、着こなしはインスタグラムの方に写真をアップしているので、ぜひそちらを見ていただければなと思うんですけど、レオパード流行ってるじゃないですか。流行ってるじゃないですかっていうか、なんか毎回ちゃんと流行りよう気がするんやけど、このね、ここにチャックがついているレオパードのスカートです。これ丈感がめちゃくちゃちょうどよくて、長いスカートってか、なんだろう、ミニスカならミニスカ、ロングならロングがいいんですよ。なんか中途半端な膝下ぐらいのスカートが嫌いなんですよね、私。でもこれちょっとめちゃくちゃちょうどいい丈感なんですよ。大好き、これ。ただちょっと生地がなんか不思議な生地をしているんだよね。なんて言うんだろう、説明できないけど。とりあえずなんか台形のスタイルよく見えるよスカートみたいな感じ。これもお気に入り。まだ1回しか着ていないけど。はい。そして最後3着目が、こちらのサクランボのカーディガンです。いや。はい。こちらのサクランボのカーディガンです。ね、何どこにピントがあった音？なんかさ、オレンジの光とクソ相性合わんでからさ。今。これ真っ黒に真っ赤なサクランボがついている。かわいいカーディガンでございます。どう？超個性的じゃない？マジでかわいいと思って買いました、これ。割とこういうのって何にでも合うよなと思って。ミニスカにも合うし、スキニーにも合うし、ノースカにも合うだろうし、何にでも合うじゃないですか。この中にハイネックを着てもかわいいし、これ1枚っていうか、まあ何？中に、まあインナーは着るとしても、まあこれ1枚で着てもかわいいし、ここ開けて靴にカーディガンとしてもかわいいし、何してもかわいいじゃねえかと思って購入しました。こちらもいつかコーデ写真をインスタグラムにあげようと思うので、ね、ぜひインスタグラムに遊びに来てください。オレンジの光あっちにやってから、なんかめっちゃいいな。これぐらいの明るさがいい。私は、みんなはどうか知らんけど、私はこれぐらいがいい。いい感じやん、とっても。お前もそう思うやろ。どうした、髪の毛生えてるけど。とりあえずですね、皆さん、ホリデー&ホリデーすごく可愛いお洋服がたくさんあるので、ぜひ URL を上に貼っておくので見てください。とですね、今後もちょっと購入品紹介が多いと思うんですけど、ね溜め込んでいましてですね、ちょっと紹介するのに時間かかっているだけでありますので、
みんなびっくりしないようにお願いいたします。それではね、みんなインスタグラムのフォローぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。アニョン。